カワポンです。ニーズが高そうなので、大アップになります。2024年度、成蹊大学と上位大学との入試日程の被りをご紹介します。前年度と変わりはありません。今回は、同じ学部系統の被りのみご紹介します。まずは、2月10日は、成蹊大学は、理工学部の入試があります。この日は、青山学院大学の理工学部の A 方式の入試があります。青山学院大学の個別学部入試は、ほとんどの学部で共通テストは必要になりますが、理工学部は A 方式、B 方式ともに共通テストは必要ありません。よって、一定の数の上位生が青山学院を受けることとなり、成蹊大学に少しペンション効果があるでしょう。11日は経営学部の入試があります。明治大学の政治経済学部の存在が大きいでしょう。上位生は、ここを受験していることになります。分散効果が見込まれます。12日は文学部になります。早稲田の文化構想学部と立教の文系の2回目の入試があります。立教大学は、この日は文学部を含めて全ての文系の学部の受験ができます。分散効果はあるでしょう。13日が経済学部になります。慶応の経済学部の存在が大きいでしょう。最上位生は、ここを受験することになります。立教大学は、この日は、経営学部も経済学部も受験ができますので、高い分散効果になると思います。14日は、法学部となります。明治大学の法学部がありますので、上位生は、ここを受験していることになると思います。ということで、どの日程をとっても、何らかの分散効果が見込まれます。検討してみてください。今日は以上になります。ありがとうございました。